シャイニーのテミンがエンターテインメントを対処することが報じられた。韓国報道機関 NEWS1 によると、同事務所との専属契約は2024年3月末で終了する予定だという。テミンは2008年のデビュー以来16年間エンターテインメントに所属してきた。これには練習生としての時間は含まれない。彼は契約が満了するとすぐにフリーエージェントになる。テミンはソリストとして他の場所で活動を続ける予定であると伝えられているが、エンターテインメントの一員としてシャイニーとのグループ活動を継続することを望んでいると言われている。アイドルグループのメンバーの多くはデビュー事務所でグループ活動を続けながら、新しい事務所で小活動を拡大するというルートを取ることが多い。この記事の執筆時点では、エンターテインメントはまだ公式声明を発表していません。